老齢年金、厚生年金を受給している東京都内の526人が5月29日、国を相手取って、年金支給を減らした決定を取り消せと求める訴訟を東京地裁に起こした。原告たちと弁護団は、東京、霞ヶ関の司法記者クラブで会見を開き、年金削減は憲法違反だと訴えた。 裁判の原告は全日本年金者組合のメンバーが中心で、この日は全国13都府県の年金受給者約1500人が同様の訴えを各地で一斉に起こしたという。